はい、というわけで始まりました今宮健太講演会証券会事務局一心寺住職の今宮です。皆さんおはこんばんちは、お変わりないでしょうか。ずいぶんねこう寒くなってきましたね。秋からもう冬になるのもですね時間の問題なのかなと思いながら日々、経済のですね、枯葉を、はわいている住職です。そして皆さんですね、目を疑っている方もたくさんいるんではないかなというふうに思いますが、今日は第101回、証券会ラジオということでですね、よそいも新たに、始めていこうかなというふうに思っております。まあいろんな声が聞こえますよ。第100回はどこに行ったと、探しても見つかりませんというね、そういったいろんな声が聞こえてきそうですけれども、今日の段階ですね、まだ100回は、配信しておりません。もっと言うと、収録もしておりません。やはりですね100回ということですので、やはり出るべき人間がねこれ出なきゃいけないというところもありますんでね、ちょっとねやっぱり今ねチームの状況とかを考えますと、まあ引っ張り出すのもちょっとねどうかなというふうに思いましたので、彼が出れる時に100回をやるというスタンスでいきたいと思います。まあ元々ねこのラジオはねやりたい放題適当なラジオということでねやってきておりますので、まあ皆さんねもうご存知だと思いますので、この形でやっていきますので、まあいつか取れたら100回やるということでですね、100回をすっ飛ばして101回からねやっていきたいと、また様子を新たにねリニューアルしてやっていきたいというふうに思っております。よりね皆さんに聞きやすい、まあ、そういったラジオを目指してねやっていきたいなというふうに思っているところでございます。まあいろいろね、今日から、クライマックスシリーズがね始まっているか、もしくはもう始まっているところもね、始まっているというか始まっている方もね聞いてる段階ではあるんではないかなというふうに思います。ちょっと健太の方もですねもう出れんということで、これ出ております。私もね当初から言っておりましたけれども、まあ CS に間に合えばというような状況でありましたので、今回はちょっと厳しかったということでございます。ただまあねまあ無理をねしてもね、まあ前回というか99回で村上さんも言っていましたけれども、やはりねまあ無理をして、まあ長い怪我になるよりはねしっかり治して来シーズンを睨んでですね、まあ頑張ってもらいたいなというのが我々ファンの気持ちではないかなというふうに思っております。まあ健太が出ないのでね、ちょっとまあ寂しいなと思っている方もたくさんいるかと思いますけれども、ぜひ現地に行かれる方はですね、現地で精一杯頑張っている選手をですね応援していただければなというふうに思っています。おそらく、まあ、健太の方もですねそういった気持ちで、まあ、テレビもしくは、まあ、現地行くことはまずないと思うんですけれども、まあ、テレビで応援しているんじゃないかなというふうに思います。まあ、皆さんもぜひね、まあ、笑顔で、まあ、今年が終われるようにですね、残りわずかなこの野球のシーズンですね、まあ、応援していければなというふうに思っております。そしてですね、また新しいコーナーをねどんどんとねこの回やっていきたいと思います。ぜひね、ちょっとね短いラジオでやっていこうかなというふうに今のところラジオを撮っている段階では思っておりますので、まあ気軽にね見れるような形で最後まで付き合っていただけるということを、目標にしながらですねラジオの編集やっていきたいと思います。それでは皆さん今日もどうぞよろしくお願いします。101回証券会ラジオ、それではスタートです。はい、それではですね101回証券会ラジオですね、まず最初のテーマでございます。最初はですね、10月のお題としてクライマックスシーズンですね、思い出を皆さんに送っていただいております。まあ、嫌なこと、嬉しいこと、辛かったこと、いろいろなことがあると思います。なかなかね、一つに決めきるというのは難しいかもしれませんので、まあ、思いついたのをね、ありのままに送っていただければそれで結構ですので、皆さんからメールをねどしどし、送っていただければ我々もね、非常に喜ばしいことですのでね、どんどん送ってください。まずはですねこちら、千尋ちゃんですね、ありがとうございます。ジョークさん、おはこんばんちは。おはこんばんちは、千尋ですと。昨年のクライマックスでの内川選手のホームランですといただいています。もうこれは起死回生のホームランでしたね。まあまだ1年前なのでね、記憶も新しい方が多いんじゃないかなと思います。ああ、これはもうダメだなと、明日のチケットも買わなきゃいけないなと思ってね、コンビニの方に走った方もねいたんじゃないかな、現地に行ってない方であればね、現地のねチケットを買いに行ったけど、やっぱり内川選手のねあのツーアウトからのホームランで、クライマックスシーズンのね突破を決めたといった試合がありましたね。僕も非常にこれは覚えています。続いていきましょう。こちら翔さんですね、こちら2010年の西武との CS です。過去2011年かもしれませんと。現地観戦できて幸せな3連戦でした。まず第1戦、ソフトバンク杉内投手と涌井投手の投げ合い、お互い延長10回に1点を取られた時にマウンドを降りベンチで流した涙にもらい泣き、続く2戦目、怪我でスタメン出場が難しくなった晩年の松中選手、その松中選手の代打満塁ホームランでの大興奮、これ勝ちどきレッドの時ですね。
そして第3戦、1点ビハインドの最終回に相手投手は抑えのグラマン投手、ここで打席にはまだレギュラーを獲得する前の長谷川選手が同点だ。さらに延長11回にルーキーの牧田投手からまたも長谷川選手のサヨナラで日本シリーズ進出。ヤフオクドームには年に何回も行けてない中での感動を見れたのは最高でしたといただいていますね。まあこちらおそらく2010年だったですね。おそらく10年だと思います。11年は健太がもういたんでですね。ベンチにしてたかどうか確かしてたような気がするんですよね。でいなかったと思うんで、2010年は健太が入ってたけど、まあ2軍にいた年なのでね、覚えています。まあ本当にね、まあこう素晴らしい、もう本当、クライマックスシリーズの中では、多分1、2を争うぐらいね、もうこう手に汗握る試合が多かったし、ここに書いてるようなそれぞれの試合に印象的なことがね多かったクライマックスシリーズでしたね。まあ数少ないホークスの中ではいい思い出のクライマックスシリーズじゃないかなというふうに思いますね。まあどちらかといえばね、本当に辛い思いをしてきた方が多いと思います。ホークスのファンの方であればですね。まあそんな中でですね、まあ今年は、クライマックスシリーズに2位で挑むということでね、まあ2位から、勝ち上がった球団はパリーグではないというふうなね話を聞いていますので、まあね、ないからないわけじゃないんでね、ないからこそそろそろあるんじゃないかなっていう気持ちでね、今年のクライマックスシリーズを楽しんでね行きたいなというふうに、まずはねファーストシリーズ日本ハムにまず勝って、西武にね、まあ、リベンジという言葉がね、松坂選手のね、まあ、名言がありますけれども、まあ、リベンジをねするようなまず機会をね得られるように、まあ健太不在ではありますけれども、まあホークス頑張ってもらいたいなというふうに思っております。まだまだね、クライマックスシリーズのねメールたくさんいただいていますので、どんどんね、まあ、次回でどんどん読んでいきますのでですね、ぜひ皆さんの気持ちの方を送ってください。お待ちしております。はい、それではね、どんどんラジオを進めていきたいと思います。このね BGM が流れたことでヘビーなリスナーさんはねもう分かったかと思いますけれども、ここからは、今宮健太が出るまでプロ野球チップスだけをシーズン3、これやっていきたいなというふうに思っております。第ね100回を飛ばしていますが、カードの方はね100回を飛ばして続いていきたいと思いますのでね、今回は303枚目から、カードのね、開封を行っていきたいなというふうに思っております。今日もですね、まあ、健太が出るように皆さん祈っていただきたいと思いますし、このあたり、またね皆さんからの応募をいただいている番号もありますので、気合を入れてね開けていきたいなというふうに思っております。それではですね、303枚目開けていきましょう。303枚目はこちらです。こいつだ。はい、出ました。こちら雄平選手ですね。ヤクルトスワローズですね。非常にね、おそらく第1シーズンでは一番出た選手だったなと思います。6枚か7枚あったような気がしますけどね、6枚ぐらいかな、もう覚えてませんけど、おそらくチケミヤ君がね覚えてますね。この第1シーズンのカードをね全て、プレゼントね受け取ったチケミヤ君はおそらく覚えてるかもしれませんけどね、雄平選手たくさん手元にあってね困ってるかもしれませんけどね、まあ同じカードいっぱいあるとね困っちゃうなっていう方は多いと思います。それでは、304枚目はですねこちらですね。はい、どうぞ。出ました。今年引退される選手ですね。二軍の監督になるという話も聞いていますが、西武ライオンズ、松井和夫選手ですね。もう我々のね頃からバリバリされてたもうスーパースターですね。スイッチヒッターであり、打ってよし、肩も強し、足も速いと、で右でも左でもホームラン打てると、そしてトリプルスリーと、もう何をとってもまあ超一流、メジャーの方でも活躍されました。非常にねこれからは指導者としてですね、素晴らしい、またね、なんていうのかな、まあ、監督も多分するんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、選手からも非常にこう、信頼が厚いというふうな話を聞いておりますので、まあ、西武がね優勝した、もちろんね松井稼頭選手がこう活躍したというわけではないんですけれども、やはりねこの選手が行ったことで、まあ、東北楽天イーグルスもそうでしたけれども、非常にねこうチームが変わったっていうようなね、そういう起爆剤になった選手じゃないかなというふうに思いますので、これからの活躍も私期待しております。それでは305枚目ですね。305枚目のカードはこちらです。はい、出ました。こちら、はい、源田選手ですね。はい、また西武ライオンズですね。源田選手もよく出ますね、シーズン3になるとね。もう3枚目かもしれませんけれども、まあ非常にね、まあいい選手です。もう今年のライオンズではね2番バッターとしてね、非常にこうチームを引っ張ったいい働きをしましたね。まあ健太もね、まあ、同じ
あのポジション、そして同じね大分として負けられない気持ちもあると思いますんでね、ぜひこれからはね切磋琢磨して、あのこの2人でね、あの時代はこの源田君と今宮君がすごかったねなんていうようなね一時代を築いてもらいたいなというふうに思います。それではこちら306枚目ですね。306枚目はこちらになります。はい、出ました。これも青いですね、ユニフォームが、こちら青いといっても、こちら日本ハムファイターズ、村田選手ですね、投手です。はい、去年かな、健太がホームラン打ちましたね、下松翔君の始球式の時にねホームランを打ったあの時のね村田選手ですね。まあ非常にメジャーリーグで活躍されて、まあ帰ってきてですね日本ハムの方で中継ぎやったり先発やったりしてますけれども、非常にこうね素晴らしいこう便利屋さんかもしれませんけれども、いい活躍をされている選手だと思います。まあ本当にね人間性もすごくいいというような話も聞いたことがありますんでね、まあ日本ハムはねチームのこうなんだろう方針としてですね、すごくこう息のいい選手が多いですね。若い人でもベテランでもですね、なお自由に楽しくやってるなっていうね、そういうチームカラーだと思います。ということでね、今日は4枚引いてきましたけれども、ヤクルト、西武、日本ハムということで、今回もホークス出ませんでしたね。まあ最近ケンタが出てから出てないんじゃないですかね、ホークスの方は。まあね、出るときは出る、まあ出ないときは全く出ないということでですね、まあもじもじしますけれども、まあね、いつか必ずねシーズン3のケンタをね出しますので、皆さん期待してくださいね。そして、メールの方もね、まだね、メール当てクイズを送ってない方は送ってください。あのね、多分聞いてない方だと思うんですけどね、12とかね22で送った方いますけどね、絶対当たりませんからね。300番、今は300、3、4、5、6ですから、それ以上上の数じゃないと当たりませんからね、まあ、ラジオ聞いていたら分かるかと思うんですけれども、まあ、こちらねぜひラジオを聞いて、メールの方送っていただければなというふうに思っております。以上、ケントが出るまでプロ野球チップスを開けようシーズン3でした。はい、ではここはですね、耳より、証券会のコーナーです。まあ、このコーナーはですね、まあ、証券会の情報を、発信していこうというコーナーでですね、ラジオの当初から行っておりましたけれども、まあ、特段、まあ、コーナーをですね続けるというよりもコーナーからこう発信する情報がなくてですね、自然にフェードアウトしてしまったねコーナーでございます。まあ、昔はねこのコーナーの名前なんかを皆さんにね送っていただいたこともあったんですけれども、コーナー自体がね、終わってしまったということで、本当に皆さんにはね、ご迷惑をおかけした次第でございますので、まあ、これからもですね、まあ、発信することがあればやっていくというような状況になりますので、まあ、皆さんこれ一つご理解いただければなというふうに思います。まずはですね12月29日、今宮健太選手激励会ですね、第8回です。こちらね、レンブラントホテル大分、こちらの方で開催する予定になっております。すで、に、もう満員ですね。LINE の方にはですねもう案内が届いていると思いますけれども、もう満員になっております。約400人です。まあ非常にね大きな規模でやる会になっています。まあ残念ながらですね、満員になってから、案内をね、案内とかそのうちのハガキが届いた方とかというのはね、もう本当これ以上席を増やすわけにいかないので、まあ残念ですけれども、ちょっとお断りをねさせていただくような案内を送っております。でまたですね、これはもう昔からなんですけど、もう会員1人につき、まあ同伴者を1人というふうにさせていただいております。まあ、それでも、まあ、こういう早い段階ですね、もう満員になってしまうというものになっておりますので、どうかご容赦いただきたいなというふうに思っております。ぜひね参加いただける方は皆さん楽しんでいっていただきたいなというふうに思っております。でサイン会ですね、30名ですけれども、まあ、サイン会の抽選の方もですね、まあ、早い段階にまた行ってですね、まあ、皆さんに、当選した方には、案内をね送りたいなというふうに思っておりますので、まあ、そちらも、まあ、心待ちにしていただきたいなというふうに思っております。またですね、まあ、講演会として現在、新しい会員カードの作成、そして新しいステッカーの作成、そして激励会でですね皆様にトートバッグを、お配りしますので、トートバッグの作成、まあ、その辺りでねいろいろこうやっていきたいなというふうに思っております。やっていってますのでですね、まあ、完成を楽しみにしていただきたいなというふうに思っております。でまたですね、ホークス、いわゆるヤフオクドームで貼る、振るね応援団の方に振っていただく旗もね今作っておりますので、こちらもでき次第皆様にデザインと見ていただきたいなというふうに思っております。でまあこれ検討中なんですけれども、まあ、トートバッグとか、まあ、シャツとかね、まあ、講演会のグッズはあります。まあ、今ね現時点ではほぼ、通信販売をしていません。まあ、うちのね一心寺で販売するか、もしくはツアーの時に販売する、または激励会の時にね販売するという方法を取っております。
まあなかなかね通信販売となるとかなりのやっぱりね作業量が、これはもうあるかかるんですよね。まあ、私もね仕事の合間にねやっぱこの ラジオも含めてなんですけれども、まあいろいろね証券会のことやってるもんですから、なかなかねあの通信販売というところまで手が回りません。まあどうしてもねこれただ仕事だったらねもちろんするんですけど、仕事でないんだよね。まあできること限りがありますんでね、もしかしたらまあ誰か例えばこれをねまあまあお金を払ってですね、まあ人を雇ってまあ、通信販売の部門を作るというのもね、まあ、一つの方法なのかなというふうに思ったりはしますけれども、まあ、こればっかりはねお金が絡むので、まあ、私一人のね、まあ、独断ではできませんし、まあ、皆さんのね、まあ、それでもいいからやってもらいたいという声があればね、そういうこともやっていけるのかなというふうに思いますが、まあ、今ねそういうことも含めていろいろ検討していますので、またあの方向性が決まりましたらですね、皆様にいろいろとそのあたりの紹介をしていきたいなというふうに思っております。それではここはですね、皆さんからいただいているねフリーメールというか皆さんからのね、お話をちょっとね読んでいきたいなというふうに思います。こちらヤブさんさんですね、いつもありがとうございます。住職、準レギュラーの皆さん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。先日ホークスチーム最終戦を観戦してきました。前もってホーム最終戦とあってチケットを購入していたのですが、まさかの本田選手の引退試合となり、内心喜んでいいのか悲しむべきなのか、試合前日まで台風の影響で開催されるかどうか心配しましたが、試合は無事に開催され、本田選手背番号46の最後の雄姿を目に焼き付けてきました。ライトスタンドからの応援でしたが、1番セカンドベースマン本田雄一のコールとともに応援歌が流れ、周り構わずもう涙腺が緩みっぱなしの状態でした。引退試合で4打数2安打、まだまだいけるんじゃないと心のどこかで思い、しかしながら時間が経つのは早く、ゲームセット、ホークスの勝利で喜びもつかの間、引退セレモニーでまたもや涙腺が崩壊、記憶に残る2018年のホーム最終戦でした。今宮選手や内川選手もドームに駆けつけ試合観戦されていましたし、セレモニーにも参加されて、本当に本田選手はチームメイトやファンから愛されている選手だなというふうに思います。まだまだ話し足りないんですが、本当に本田選手13年間お疲れ様でした。そして次のステップでまたホークスのユニフォームを着てポンちゃんスマイルでファンを魅了させてください。長々と申し訳ありません。この続きは西陣心さんでのオフ会で皆さんと共有できたらと思います。楽しみにしています。かっこ笑い。 PS ホークスレギュラーシーズンも終わりました。82勝60敗1分けパリーグ2位の成績、立派な成績ですよね。工藤監督をはじめ選手の皆さん、必ずや CS 突破し、日本シリーズで昨年同様に劇的な勝利と感動をお願いします。プロ野球チップス第3弾は312枚目でお願いします。 3-1 は2でというふうにいただいています。ヤブさんさん、ありがとうございます。まあね、健太不在と言いながらもね、やはり CS はねしっかり突破してもらって、まあやっぱりねリベンジしてもらいたいなというのが、まあホークスのねファンの皆さんの思いではないでしょうか。まあね、近々ここにちょっとセーフファンが来てね、セーフファンとラジオを撮ろうかなというふうに思ってますので、その時にねまた激論交わしたいなというふうに思います。またね話の続きはぜひ西陣の心さんでね、心ゆくまでねさせていただこうと思いますのでね、矢部さんさん楽しみにしています。またねホークスのシーズンの成績ですね、貯金22は立派です。もう正直ね、あの優勝してもおかしくない成績ですからね。まあセーブが強かったということで、やっぱりね今回はもう諦めるしかないと思います。うん、やはりねあのチーム層の厚さというのをね、あんだけの怪我人がいながらこの成績残せるってなかなかないですよ。やっぱりね、なんだかんで言われてもやっぱホークスは僕は強いと思います。あの何もね恥じることはない成績だったというふうにね僕は思いますので、まあ、皆さんもねぜひ、まあ、ホークスのファンとしてね、まあ、誇りを持って、またね今シーズンまだ終わってませんけれども、まあ、このね CS 日本シーズン、そして来年もね応援頑張っていきましょう。矢部さんさん、ありがとうございました。それではね次のメールいきましょう。こちらサチさんですね、いつもありがとうございます。おはこんばんちは。おはこんばんちは。10月に入って次々と引退や戦力外の発表が続き、毎年この時期は寂しくて悲しくなる季節ですね。その中でも本田選手の引退はすごくショックで涙が止まりませんでした。今宮選手は CS に間に合わないとの記事が出ているみたいですごく残念ですが、本田選手や赤星さんやオリックスや阪神で活躍された平野啓一さんなども超ファインプレーでの多い人たちは無理をして引退早かったと思うので、今宮選手も無理せずに万全な状態で戻ってきてほしいと思います。まあそうですね、この二方はもう首で引退されましたね。ところで年末の激励会のサプライズですが、結婚式等でお話しているフラッシュモブはいかがですか。本格的な感じではなくても IJ トシさん早速ね歌えてますね。一心二住職、まあ会長からね直にいただいた IJ トシさんの名前ですけれども、この、米統一で決定ですかって言われますけど、まだ決定かどうか分かんないです。なかなか自分じゃ恥ずかしくて言いづらいですね IJ って。
まあ、結局住職ではないとなんか通用しないような気もしますしね。をはじめ準レギュラーの皆様や会員の方々も何名か参加されて、踊り出したら盛り上がるし、今宮選手もびっくりされるんではないかと、踊り終わった後に激励の言葉とケーキのプレゼントもいいかなと思います。ただ踊りの練習をする時間と踊りを教える人がいるのかどうかという問題はありますが、激励会に参加できない私が勝手なことばかり言って申し訳ありません。随分と寒くなりましたので体調にお気をつけくださいませ。いただいています。幸田さん、ありがとうございます。まあ本当にね、できるかどうかは本当わかんないです。もう言われている通りね、まあ、練習する時間がないので、まあ正直フラッシュモブっていうのはどんなのか今現在分かってないんで、また後でちょっとググってみたいなと思うんですけれども、もしできそうなもんであればね、やれることはね、いろんなことを可能性として取り入れて、そしてね、まあみんなにね、まあもちろん僕一人で決められないんでね、まあ、役員さんとか、まあ協力していただける方にね、お話をして、まあ可能なことをね、やっていきたいなと思いますので、ぜひね、さっさも本当にね、こういうことをどんどんね、送っていただきたいなというふうに思います。やっぱりね、我々こう、何人かで決めるというか考えててもね、やっぱ知れてくるんで、やっぱいろんな方の意見を聞いて、まあ全部を取り入れることは無理でも、まあいいところをね、取っていって、最終的に健太がこう喜ぶようなものがね、できれば、それが最高だなというふうに思っておりますので、皆さんもね、ぜひね、どんどん送っていただきたいなというふうに思います。で、これ最後ですね。こちら、みえちんさんですね。いつもありがとうございます。カードですね。健太くん出ちゃいましたね。トシさんの喜び方が半端なく嬉しそうだったが、嬉しそうだったのが印象的でした。残念ながら該当者がいないと。やった、全然残念じゃない、またチャンスが巡ってきたってことですね。では次は342枚目、今度は何の理由もありません、ただただカードが欲しいだけで応募してますといただいています。カードが欲しいだけで応募して結構ですんでね、まあ 3,4 人なのでもう少し後になってくると思いますけれども、まあぜひね、出ることを祈っております。まあ、僕が弾くのかね、ゲストが弾くのか分からないんですけれども、まあね、常に我々最近ね、特に掛け声を出して気合入れてね、カードを弾いているつもりですので、まあ、皆さんの願いが届くようにこれからも頑張りたいなというふうに思っております。それでは、皆さんのメール紹介させていただきました。これからもね、メールの方どんどん送ってください。お待ちしております。さて、 CM の後は新コーナーのスタートです。ラーメンです。どうぞ。はい、ここからは新コーナーです。実はですね、一心寺の方では、今までの健太のね、新聞などをまあ結構な確率で、ファイリングしています。で、このね、ファイリングした、記事をですね、まあランダムに、まあ、開けて、まあそのね、懐かしい、まあ、記憶とか懐かしい思い出をね、まあ、皆様と一緒に共有しようというコーナーになっています。まあそういうこともあったな、懐かしいなというね、話が、大半を占めると思いますけれども、まあぜひね、この話に付き合ってきていただきたいなというふうに思います。まあ探り探りですから、まず1回目ですので、まずはね、開けてみたいと思って開けたのがこちらの記事です。どうぞ。10月25日の試合ですね、ホークス対、こちら阪神ということで、こちらは日本シリーズですね。日本シリーズでの健太の記事です。ビギー&マルチと書いていますけどね、健太がマルチを打った試合ですね。試合は負けたんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まあ健太がね、まあ、ヒット2本打ったけれども、実は、ワンアウト2塁でね、ピッチャーのスタンリッチがバントをして、まあね、あまりにも正面すぎて、3塁はアウトになったんですね、健太が。なのに、まあ、無理にね、三塁に突っ込んで秋山監督に怒られるというようなことが主に書いてあるこちらの記事ですね。まあ、懐かしいです。実はこの年にね、記事も書いてるんですけれども、6月8日にね、甲子園で、まあ、飛びつきながら、一度落としながらさらにもう一回取ったというね、曲芸、まあね、2回取りっていうのをね、やった年ですね。まあ、結構阪神のファンの方にもね、結構名前を覚えてもらったというような話をね、聞いたことがあります。まあ、このあたりからね、まあ、健太はもちろん甲子園ではね、高校野球からやってましたけれども、まあ、甲子園でこう活躍をするイメージっていうのがね、皆さんの中にもついたと思うし、まあ、本人的にもね、甲子園はすごくいい球場だなっていうのをね、こう実感、していたような時期だと思います。もちろんね、今でも甲子園はすごく相性はいいんですけれども、まあ、こういった形でですね、まあ、皆さんに、ああ、そういうことあったな、懐かしいな、なんていうのをね、提供できたらいいなということでね、このコーナーを新しく始めていきますのでね、まあ、皆さんもぜひね、こういったことがね、いろいろね、できるぐらいね、ファイルを持っている方もたくさんいるかと思いますけれども、ぜひね、お付き合いしていただきたいなというふうに思っております。でですね、まだこのコーナーの名前が決まっていません。僕も少し考えたんですけれども、いまいちこちらの名前をね、思いつかないので、
まあ、このコーナーの名前をぜひ皆さんに決めていただきたいなと思います。まあ、こういうコーナーです。まあ、昔の記事をねランダムで開けてその、ね、昔の思い出を、まあ、皆さんで語ろうというコーナーですので、ぜひねこういうコーナーということを踏まえた上での、まあ、コーナー名をぜひ皆さんにつけていただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ送ってください。もちろん名前ね決まった方にはプレゼントを用意していますのでね、どしどしもうどんな名前でも結構ですのでね送ってください。まあこちらでね選ばせてもらうということでね、大変ね申し訳ない気持ちもあるんですけれども、まあぜひ皆さんのご協力をお願いいたします。以上新コーナーでした。はい、皆さんいかがだったでしょうか。リニューアルした証券会ラジオ、あっという間にエンディングの時間になってしまいました。まあ、30分と、ね、いう枠で、まあ、頑張ろうというふうに、ね、思っていますのでね、やはりねペース配分が非常に難しい、まだまだね言いたいこと、皆さんに伝えたいこと、まだね配信してなかったこととかあるのでね、心残りもあるんですけれども、まあね、その分、配信する回数を増やしてですね、より、まあ、聞きやすいラジオとして、まあ、頑張りたいなというふうな思いがありますのでね、ここは、まあ、そういう気持ちをねぐっと抑えて、まあ、エンディングということで締めていきたいなというふうに思います。まあこれがね聞きやすいというのはね前々からねもちろん聞いてはいましたし、一時期、まあ、挑戦した時期もありましたけどね、まあ、なかなかやっぱ話すことが多くなると、まあ、1時間とかなってしまうということがねやっぱ多々ありました。まあ、これからもね、まあ、珍しいゲストが来ればね1時間ということもあるかもしれませんけれども、まあ基本ねこういったいろんなまあ、コーナーに分けてね、まあ、皆さんにより分かりやすく、まあ、ラジオをお伝えしていきたいなというお気持ちでやっていきたいと思います。まあ、ぜひね、まあ、新しくなっていますので、まあ、皆さんから、まあ、いろんなこのなんだろうゲスト純粋にね、まあ、ラジオに対する、まあ、感想とかいうのもねぜひお聞きしてみたいと思います。まあ、こういう新しいコーナーにしてもそうなんですけれども、まあ、新しいラジオはね、あ、こういう風になっていいですよとか、こういうふうにもうちょっとねこういう風になるといいですよなんていうねいろんなアドバイスとかいうのもねたくさん皆さんから募集したいと思いますので、ぜひね、まあ、皆さんが思うままに送っていただきたいなというふうに思っております。そして、次回からですね、以前ラジオの方でねこういったコーナーしたらどうかなということがねあって、一度もね、することなく話が流れてしまったコーナーがついに、始動します。はい、これはね、担当は僕じゃないので、僕じゃない準レギュラーの担当のコーナーなので、まあ、この方が動かないと、まあ、これ始まらなかったコーナーなんですけれども、いよいよこのコーナーが始まります。これはでも不定期ですんでね、まあ、毎回というわけにいきませんけれども、こちらのコーナーが始まりますので、どの準レギュラーのコーナーか皆さんお楽しみにしていただきたいなというふうに思っております。こちらねぜひご覧いただけるようにですね編集の方をしておりますので、お楽しみにしていただきたいなというふうに思っております。またですね、99回で、まあ、話途中流れてしまったあのね、会長の上原さんとか、まあ、日本一のケンタマニア の, 上あの中島さんとかのね話もね、途中でぶった切って、今回ね新しい、まあ、こういう形になってしまったので、ちょっとね入れ込むことができなかったので、まあ、そういうのもね徐々にこう入れ込みながらあのラジオの方をね、続けていきたいと思いますので、皆さんぜひ、このラジオ短い時間になってしまいましたけれども、まあ、楽しんでいただけたらと思えば、楽しんでいただければ幸いでございます。それでは、まあ、縁も竹なんでございますけど、この辺りで皆さんとお別れといった時間になってまいりましたので、ぜひまた次回102回のラジオもね、聞いてくださいね。そして、ホークスなんとかクライマックスシリーズ、まずはファーストステージ、突破してですね、西武にリベンジできる場所をしっかりと掴み取ってもらいたいと思います。それでは皆さん、これからも応援頑張りましょう。それでは皆さん、次回第102回でお会いしましょう。さようなら。